ジアルジア症、ジアルジア症、ジアルジア使用とは、弁毛虫であるランブル弁毛虫を原因とする寄生虫病である。食品や水に含まれるシストを摂取することにより、感染する。人獣共通感染症であり、ランブル弁毛虫は人を含む多くの哺乳類の消化管で増殖する。人での一般的な症状は下痢性胃腸炎である。 日本では感染症法施行規則により5類、感染症、全数把握疾患に指定されており、診断した医師には届け出が義務付けられている。本校では、主に人の感染症について記述する。ジアルジア症は、ひどい下痢と腹部の痙攣を特徴とする胃腸炎である。誇張、膨満、疲労、吐き気、嘔吐、体重減少などを伴うが、患者によっては、 吐き気や嘔吐が主症状となることもある。病原体を摂取した後、7日から10日程度の潜伏期間を経て症状が出る。これは2、4週間で収まるが、乳頭不対象の場合には6ヶ月続くこともある。程度は様々で、無症状キャリアも多い。自然治癒するが、免疫不全の場合には慢性化し、胆脳、胆管炎を併発することが多い。全世界的には、ありふれた。 感染症で世界中のほとんどの国で有病地を抱えている。特に熱帯、亜熱帯地域に感染者が多く、感染率は1から2割に達する。有病率が20%を超える国もあり、約2億人が感染している。特にインド周辺を旅行した者の感染が増えており、旅行者下痢症の一つとして注目されている。現在の日本人の感染者は、 海外旅行者に多く赤痢菌、下痢原性大腸菌や名馬赤痢などとの混合感染例が多いとされている。南アジア、東南アジアなどを旅するバックパッカーの間では、ゲップが卵臭くなることから、卵ゲップ病として知られる。一方、欧米の都市化された地域でも、水道管に汚染水が混入したことによる集団感染が起きている。日本では、 第二次世界大戦後の動乱期、1956年頃までに感染率が3から6%であった。日本でも戦後すぐには感染率が数だったとされている。現在、感染事例は年間100例前後でそのほとんどは輸入感染例であり、感染率は1%未満と考えられている。ただし飼育圏の1割以上から検出された例があり、 また厚生省、当時の調査で、水源水域282地点中24地点で検出されたことがあるため、潜在的なリスクは現在でも無視できない。感染様式は、噴鉱経路で、主な感染経路は、感染患者や汚染された飲食物である。人から人の接触や食品を介した、小規模な集団感染と飲料水を介した、 大規模な集団感染が知られている。浄水場における、通常の浄水処理で完全に除去することは困難で、塩素消毒にも抵抗性を示す。ランブルベンモーム氏は、食品や水に含まれるシストを摂取することにより、感染する。感染源としては生水、生野菜、生ジュースなどが主であり、一見綺麗に見える渓流の水などが危険である。キャンプをしたり、川や、 ビーバーダムのようなところで泳いだりすると感染することがあり、それゆえジアルジア症にはビーバー熱という俗称がある。また人間やペット、動物の糞便から感染することもある。キャンプ場、デイケアセンターなどで感染するほか、飲料水由来の蔓延が起きたり、感染した家族から移ることもある。生殖や、移動や、水道水、食器などが汚染されたことが原因になることもある。 感染しても症状が出るとは限らないが、無症候性キャリアとなる場合がある。また性的接触による感染も知られている。シストは湿った条件下では、強い耐久性があり、水中で数ヶ月生存し、摂氏20度でも10時間まで生存できる。塩素処理にもある程度の抵抗性があり、クロラミン処理ではほとんど死なない。一方で、熱処理には弱く、 摂氏60度数部の加熱で死ぬ。したがって、野外での飲料水浄化法としては、ろ過や煮沸が推奨される。組み置いて、上積みを救うだけでは、ランブル弁護虫を十分防ぐことはできな。主な臨床症状は引き症で水溶、または、低乗瓶の下痢、衰弱感、体重減少、腹痛、悪心や脂肪便などで、発熱は少ない。優勝症,症例では、 ゲリが頻発で、排便回数は1日数回から20回以上と、患者により様。感染者の多くは無症状で、便中に持続的に、脳死、ジアルジア症の病原体を排出しており、感染源として重要視される。患者の糞便、ゲルビンから顕微強化で原虫を確認。ジアルジアの治療には、コートリコモナス薬のメトロニダゾールなど、ニトロイミダゾール系の薬剤が、 健康投与がされる。これらは日本では、高取リコもなす役として、薬化収裁されており、ジアルジア症に対しては健康保険の適用外となる。猫は、簡単に自由し、子羊では、体重が減るだけだが、子牛の場合は、自主的なこともあり、抗生物質や電解質を与えても効かないことも、多い。一方、無徴工で、キャリアとなる子牛もいる。チンチラでは、 自主的ななののでで安全な水を与えるる。ように特別の警戒が必要である犬の場合は深刻で、剣者にいる1歳未満の犬の3割ほどが感染している。剣者での処置は、感染した犬を特定して隔離するか、あるいは単に全部の犬を治療し、その後剣者全体を消毒する。シストは、最低1ヶ月は生存しているため、その間は運動のための草場は汚染されていると、 考えるべきである。予防のためには、最低20日間隔離しておき、あまり多くのシストがないように給水設備を管理することが挙げられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。